listening to Shibuya Cross FM. みなさんこんにちは。こんにちは。1月17日木曜日、16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。松並愛理です。よろしくお願いします。お願いします。さあちょっと、はい、徳田優太がいませんね。いません。なんかすごい違和感が違和感あるよ。俺もここ初めて座ったんですよ。でしょ、いつもここだもんね。なんかすごい変な感じします。いや俺も今日2人でなんか2人でちょっとだからバタつくというね、はい、すごいバタバタしてますよね。いや、はい、だしこうね、元気印がいないから、はい、ちょっとこうね寂しいんですけども、徳田優太ちょっとお仕事でね今日、はい、お仕事の都合で来れないんですけど、これさ、はい、見たら出るのかね今ですか。これさちょっとさ 何のお仕事ですかね。ちょっとわからないのそれが。聞いてないんですね。本当にこれリアル、あれですよ、打ち合わせなしで聞こえますかね。出ない出ないか。あ出ないね。出ないですね。やっぱ仕事中だろうから、ね、仕事中だろうからね。多分撮影か何かだと思うんですけど、これ出て寝起きだったら怒りますね。おいってなるけど、さあ出ませんでした、はいね、もしかかってきたらねちょっとつなごうかと思いますけども、はい、宇佐美さん、はい、2019年一発目でしょ、はい、一発目です。明けおめ、ね、明けおめのことよろですね。よろしくお願いします。お願いします。いかがでしたその、はい、年末年始。もう私速攻31でインフルエンザになりました。はい、31日そうです。えだからもうお正月っていうお正月を味わってなくて寝正月ずっと。嘘、はい、実家帰んなかった。帰ってないです全然。もう寝正月です。はい、ずっとうなされて。えそれって病院行けるの、はい、あ行けました。病院行って、はい、でなんとか A 型でした。一番ひどいやつです。あそうなんだ、うん、でそれで、はい、1週間ぐらいだから寝、そうですもう寝込んで、だから初詣行ってないんですよ。まだ行ってないの。はい、なんだけどお正月の思い出というものはなくて、みくじとかも引いてない。はい、引いてないんです。絶対行った方がいい。でもなんかあれって東京は7まででなんか関西は15って書いてあったんですよ。そうそう、明けましておめでとうも確かだから東京は7までで、はい、ダメですよねもう。そうそう、だからさっき明けおめ言ってもうたから、はい、すいません。全然いいんですけど、はい、あ、そうか、じゃあもう全然、うん、あれクリスマスは？クリスマスはお母さんと二人で過ごしてました、はい、ほんまがいな。ほんまですよ。で、さんまさん見てましたよ、さんまさん。よく聞くわ、そういうの。違います、本当です。なんかこう、クリスマスは、はい、彼氏って言えないからお母さんと。彼氏もう全然いないです。本当ですか？はい、悲しいことに。本当ですか？え、なんでできないんだろうって思ったら変な人だからって言われた最近、はいでしょうね。おい。なんか今日変な感じやっぱ。なんか気持ち悪いですね。前で前で嫌ですね。はい。今日どうですか？寒くないですか？寒い。なんかめちゃくちゃ女子がいっぱいなんですけど。ねえ、本当に。どうしたんですか？ファンがもう私のいない間にこんなゲットしちゃったんですか？違いますよ。ありがとうございます。ということでね、はい、そうちょっとね、はい、明るい話。はい、だったんだけどちょっとね、はい、今日1月17日は24年前、はいはい、阪神大震災の日だったんだよね、はいはいはい、ちょうどもう24年も経つのかとちょっと今日ニュースでね、見て、あちょっと一言ね取り上げたいなと思ってて、はい、これやっぱ日本ってさ熊本だったり去年ね、はい、北海道もあったし、そうですね、地震大国というか、なんていうかな、切っても切り離せない、はい、いつ起きるか分かんないってよくニュースでも言われてるでしょ、うんうんうん、こうだからこう僕らさ1ヶ月ぐらいしたら忘れちゃうじゃん、はい、被災地じゃなかったそうですねとしたらさ、はい、でもやっぱこう忘れずにこういう日をちゃんと覚えておいていて、うんうん、なんていうかな、あとまあ3月10日もさ東日本あったじゃない、うん、はい、そういう時必ずこう自分が家族とどういうふうなライフラインというかこうつながり、うんうん、電話もつながらない状況でどうするべきかとか、はい、
ちょっと考える時期とか、うん、そういうののいいきっかけになればなとすごく思っているんだよ。関西出身でさ、うん、そうです、はい、そうあれ どうでした？あ、ありました。記憶は、あ、ありました、ありました。寝てて、うん、もうわーって。確か朝夜中とかでしたかね。だよね、確かね、はい、やばかったのは覚えてます。なんかすごいもうバーってなって物全部落ちてきてみたいな、うん、あの、はい、それはあれだった、その崩れたりと。京都だよね。はい、でも崩れはなかったですけど、まあ、家中はぐちゃぐちゃになってましたね。やっぱそのレベルなんだね。わ、はい、ーって言って、うわー、やっぱそういう、だ全部味わってます。東京のもありましたよね。東日本でしょ。はい、東京も結構すごかったでしょ。東京もあのちょっと昼寝しようかなと思って、うん、あの猫と一緒にあのベッドで寝転んだ瞬間にわーってなって、うん、でしかも私あの T シャツにパンツ一丁だったんですよ、うんうん、でそれでなんか外出たの、バーっと逃げて。いや出てないんですけど、それでなんか二段ベッドで妹と寝てたんで、うん、なんか上から私降りてきたんですけど猫を抱いて、したらもう妹がブチ切れてて、なんでそんな格好してんねとか言って。でも家だからまあしょうがないですよね。そうなんですけど、逃げれないじゃんみたいな、なんかちゃんとして、うん、でもさ、はい、俺初めてそう大きな震災というかそういうのを体験したのがその東日本で、はい、俺も東京にいたから、はい、震度3とか4だったんだけど、うん、電車止まる、はい、それこそもうライフ、そのあみんな歩いてきてましたね。なんかすごい遠いところとか、あとコンビニで物がない、はい、ご飯がない、はい、あとお仕事も一旦こう止まるみたいな、そういう状況で。あ、そうですそうですそうです。本当の直の被災地の方どんだけ大変だったんだろうなと実感したというか、それこそまあね、津波のこともあったしとか、ありましたね、ね、その原発のこともあったしとか、いろいろあった中で僕ね、もう僕たち本当頑張らなきゃっていうか、こうね、頑張らなきゃというか、なんか恵まれてると思う、ちゃんと思わなきゃダメって思いますね。すぐなんか最近の人ってなんかこうちょっと病むじゃないですか。なんか最近の人すごく病みやすいじゃないですか。でもそんな超なんか小さなことで病んでちゃダメだなっていうのはやっぱ思わなきゃなって、まあ大人になって思ってきました、ね。いや僕もそれは思いました。はい、もう本当もっとね、しっかり生きなきゃと、ね。そうですね。生きるということはちゃんと実感、ね、はいはい、大事ですね。はい。さあ、まあ地震のことはこのぐらいにして、はい、えとってさ、はい、今年2019はイノシシ、イノシシですね。いい、はい、ね、はい、イノシシ。お茶忘れました。わかりますよ、わ、はい、かりますけど、はい、えとってじゃあ何って言われたらわからなくない？え、何ですか、え、数えられないってことですか？12。あ、言えないです多分。まあ、あるしさ、すごい、ね、ね、牛、トラ、トラ、ね、ミー、やあ、いや、いあーさあ、違うわ。違う、全然違う。皆さん言えないです。いや、言えるんだけど、はい、俺は言えるのよ。はい、言えるんだけど、ちょっと、皆さん、えと言えますか？えと。わ、すごい、やっぱ言える。12個。聞こえないけど、ね。じゃあ、そうそうそう、そうなんですよ。その、はい、じゃあ、えとって何って言われたら分からなくないですか？何？えと。えとのえとじゃなくて、えと。はい、これね、ちょっとね、いろいろ言い伝えがあるんだけど、ちょっと面白かった、はい、ネタがあったので、はい、まあ、これいろいろ諸説あるんだけど、なぜ動物たこの動物たちが選ばれたのか、うんうんうん、思います、それ思いました。そしてなぜネズミから順番が始まるのかっていうのをちょっとね、簡単に、なんかね、お釈迦様バージョンっていうのがあるのね、はい、ちょっと読みますね、はい、お釈迦様が具合が悪くなり寝込んでいました、うんうん、それを知った動物たちがお見舞いのためにお釈迦様のもとへ向かいました、はい、ネズミはちっちゃいネズミね、はい、早くお釈迦様のもとへ駆けつけようと朝一番に飛び出して、はい、せっせせっせと走ります、はいはい、しかし体が小さい分、うん、いっぱい走らなければならない、はい、ついに疲れ果てて休もうと思った時、その前に牛が現れましたと、はい、牛は自分の足が遅いというのを分かっているから実は前の晩から家を出ていました。ほう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 、ネズミはその牛の背中に飛び乗ると、はい、悠々とその背中の上で休みながら、うん、そのままお釈迦様の家の前まで着きました、うん、牛が部屋の前に入る前にネズミはその背中からピョンって飛び越えて、まあ、ゴール、あー、なるほど、ゴールがあった、設置されていたゴールに、はいはい、いち早くたどり着いたので
はい、ネズミ。だから一番だからネズミ。そう、なんかこういうね、はい、レースというか、はい、そういうのがあったみたいですね。ちょっとウサギとカメみたいな感じですね。そう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 、レースをして。でもウサギとカメはさ、カメ、はい、がなんか最後いい風に終わるじゃん。あ、いい感じ、はい、いやこれネズミ委員会ってちょっと思ったけどこれ読んだ時に、はい、思わない？ちょっとそうですね。でもさっとやっぱちっちゃくて素早いんで、まあ、賢いですね。賢いです。頭がいいってことですね。でそういう風にで、ね、ねうしてトラウタツミウマ、うん、羊猿鳥犬イという風になったようですね、うんうん、まあいろいろ諸説あるんで、あと神様バージョンとかいろいろあるんだけど、これねこの、はい、最後面白いんだけど、このお釈迦様最後、はい、看病もね、したんですが亡くなられたそうですね。すごく寂しいこの物語だったんで、はい、あのびっくりしましたけど、まあそういう風な、いろんなバージョンがあるんですね。そう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 、すごい。でね、はい、干支にもいろいろそのね、はい、なんていうのかな、あれがあるの。ネズミは子孫繁栄というかさ、はい、なんていうかな、すぐこう子供がバーッと繁殖するでしょ。はあ、はいはい。そうだからちょっとね特徴を言うね、はい、ネズミこれは行動力と財、まあ、こう反映するって意味でね、うんうんうん、で牛これ粘り強さと誠実、うん、で虎決断力と才智、うん、あの頭の良さね、うんうん、でうさぎ、うん、温厚で従順、うん、で立つ、まあ、竜ね正義感と信用、うんうん、で身、蛇ね、探求心と情熱。ほう、そうで馬陽気で派手好きで羊穏やかで人情深い、はい、猿、はい、器用で臨機応変。うん、あ猿これあれですね、豊臣秀吉に猿って言われてましたからね、はい、じゃ歴史好きちょっと挟んで。そうですね、ちょっと好きですもんね。挟んでみました。え何弟子なんですか。僕は、はい、僕はあれですよ、はい、牛ですよ。ああ、ってことは何でしたっけ、牛ってあれ牛は、陽気で、あ違う、牛はどれ、牛は粘り強さと誠実。おで次いきますよ、鳥、うん、親切で世話好き。んー、いいじゃないですか。で犬、はい、勤勉で努力家、うん、でイノシシ、勇気と冒険。これ皆さんのね、はい、当てはまることあって、みんな当たってましたかね。ね、当たってました。当たってました。皆さんどうでした？あれ聞いてなかった。違うこと考えて。いやいいですね。もう一回じゃあ説明しますね。しないしない。時間がないから。さあさあさあ。はい、ね、そんなこんな干支はねこんな感じでした。はい、まあ皆さんね、なかなか干支をこう振り返ることもないけど。はい、ないですね。自分でもさ。何年とか聞かれることあるじゃない、はい、ちょっとでもね知っておくといいかなと、話のネタになるんじゃないかなという思いで、はい、私は言いたくないですけどね、はい、大丈夫です。ちょっとね、はい、一曲聴いていただいて、その後素敵なゲストの方もねご紹介いたしましょう。それでは聴いてください、アンダープレイヤーでタイムマシン。進め、ギュンギュンギュン、時を
はい、聞いていただきました、はい、アンダープレイヤーさんでタイムマシーンでした。さあさあ、それではですね、素敵なゲストの方ご紹介いたしましょう。アドバンスアークハーモニーの鷲山香菜さん、そして上原若菜さんです。ようこそ、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、はい、鷲山さん、先週にね、はい、引き続き、出演していただいているということで、上原さん、はい、初めまして、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。どうですか、今日のこの感じ、先週と違います？違います。ね、ちょっと元気違いますよね、うん、す今日でもあったかかったでしょ、来る時。あ、そうですね、だいぶ、ね、だいぶあったかくなりましたよね、はい、僕ね、ちょっとね、上原さんの特技で、はい、もう早速なんですけど、はい、キックボクシング、はい、あと、まあ、柔軟もそうなんです。キックボクシングって、はい、女性なかなか、そうですね、じゃないですか、はい、こうきっかけって伺っても大丈夫なんですか？あ、なんか最初はフィットネス感覚で始めたんですけど、はい、ちょっとハマってしまって、結構トレーニングしたりしていて、最近なかなか忙しくて行けてないんですけど、はい、すごいハマってしまいました。それこそ、なんだろう、はい、なんだろう、こうミッドでワンツーパンパンみたいな、 あとあの男性の方と戦ったりも、すごい結構意外って言われるんですけど、めちゃくちゃ弱そうなのに言われます。倒されちゃう、うん、なんなら倒していただきたいです。本当に？はい、本当です。本当にその蹴りも？あ、蹴り強いです。おお、すごい。ドクちゃんがいたら蹴ってもらうのにね。いいの？いいの？さすがに。キャラ的に違う？いや、今ここで俺蹴られたら、もう、うん、わけのわからない番組になっちゃうから、さすがにあれなんですけど。それさ、なんか怖くないですか？その女の子、男でもさ、はい、男とこう対面して、こうわーってやったら、ちょっとこう怖いなってあるけど、そういうのか。
あでも意外と大丈夫です。すごい、やってみると、ね、アドレナリンが、アドちゃんが、アドちゃんがちょっと、ね、アドちゃんが出るということで、さあ僕ね、あともう一個ね、柔軟、柔軟ってどのぐらいなんですか。例えばこう、あ、ごめんなさい、立ってこう、なんだろう、両手が床につくとか、そういうのってできたりします。あ、できます。できます。あ、できます。できます。あ、やばい、言っちゃった。じゃあちょっとせっかくなら立って、はい、見えるとこあるかな。やってもらってもいいですか、せっかくなんで。はい、はい、椅子をこうね、ちょっと避けます。これただ見えると思う。どうですか、宇佐美さんもせっかくなんで、はい、ね、せっかくなんで一緒にやってもらって、どのぐらい上原さんからいきます。私はマジバラエティ。上原さんからいきます。はい、はい、行きます、はい、すごい。おー、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃないですか。これあれなんだ、結構毎日ストレッチとか。あ、でも私は中学高校でチアリーディングをやってたので、はい、それで柔らかくなりました。チアリーダーのキックボクサーと。すごいです。構えいいですね。いやいや、すごいな。半身なら当たりが素敵。じゃあちょっと、鷲山さん、はい、お願いします。鷲山さんもでもダンスやってるからね、はい、お願いします。はい、普通にちょっと嬉しいみたいな。このさ、この裏もも痛くないですか、二人とも。大丈夫ですか。はい、じゃあちょっと見せてもらいましょう、宇佐美さん。お願いしますよ。宇佐美さん、宇佐美さん、本気出してよ。本気やって本気ですか。本当に本気。でも普通でもこのぐらいなんと思うんですよ、多分やってないと。いや、なのでお二人がものすごくね、すごいということで、ありがとうございます。どうもありがとうございます。すごいな、やってる方は。違います。さあ、はい、ね、そんなこんなで僕ね、先週、はいはい、歌のみを、この番組で紹介したんですけど、はい、ミュージックビデオもね、今日流せるということなので、もう早速大丈夫そうでしょうか。はい、ちょっとミュージックビデオとともにね、お届けしたいな。曲紹介します？どうです？あ、じゃあ、ね、はい、先週もやったんで、はい、はい、お願いします。はい、いきます。せーの、それでは聴いてください。今、君緊張しちゃいました。緊張しちゃいました。こういうのもね、ファンの方見てますか。こういうのもね、てへみたいなあるんでしょうか。はい、もう一回じゃあお願いします。はい、それでは聞いてください。今、アクハモニーで今君と生きてる。メジャーデビュー実感はまだ湧かないんですけど、不安と楽しみが半々です。昔からアイドル見てることが好きで、なんか変な不思議な感じがします。私たちが同じ方向を向いて、一人一人がまとまってないとダメだなってすごい思ってて、渋谷人すごかったですよね。なんだかんだみんな未来に期待してるんですかね。こんなにドキドキする年末年始が本当に初めてです。なんか自分としても心機一転でこう気持ちを切り替えられたらなって。
はい、はい、ということでですね、聞いていただきました。今君と生きてるね、はい、先週生きるって言って、今週間違わないようにね、したんですけど、はい、素敵なミュージックビデオでしたね。これありがとうございます。ちょっとさ、はい、思ったのが、はい、カウントダウンの映像があったと思うんですけど、はい、このカウントダウンっていつのカウントダウン？あのちょうどついこの間の大晦日のカウントダウンです。2週間、2、3週間前の。そうですね、出来たてじゃないですか。ねえ、でもなんか出来たての、はい、ほやほやです。ほやほやですよね。ってことは、その大晦日からもう元旦にかけてはずっと撮影してて、あの寒空の中。そうです、そうです。ってことですよね。はい、あの人混みの中。すごいやばいですよね。本当にすごかったんですよ、人が。流れるプールみたいでしたね。流れるプール。そうだよね。その中撮影して。はい。はい、大変ですよね。単純に寒くなかったですか？あ、でもなんか人がいっぱいだったので、うん、あったかかったです。ちょっと。人の熱気というかね。はい、熱気で。そうですか。でもその、まあさ、あの年末年始忙しかったっていうのも幸せなことだもんね。そうですね、ね、それは思うんですよね。忙しいのって、ね、実は僕らにとってはすごく幸せなことでもあるからね。そうですね。よくさ、あの無理してない、大丈夫って言っていただいて嬉しいけど、うん、でも幸せなんですっていうか、はい、ね、お仕事がもう逆にないとね。そうないとなんかない方がね、寂しいよね。そうですね、寂しくなっちゃうからね。はい、で、まあ、先週もお伺いしたんですけど、はい、ダンスの振り付け担当というかこうされてるということで、はい、今ねミュージックビデオにもダンスのシーンたくさんあったじゃないですか。はい、ありました。まあ、改めて、まあ、先週も聞いたと思うんですけど、はい、ダンスをこう振り付けつけたりとか、うんうん、一人じゃなくこう大人数での、はい、なんかこう大変さとかってあったりするんですか？こう合わせたりするのとかっていうの。そうですね、振り振り付けをみんなに教える時間もやっぱり少なかったので、撮影もずっとやってたんですけど、みんなもいろんなライブの中で覚えてくれたので、結構一人一人の覚えるスキルが上がったんじゃないかなって思う期間でした。短い時間でも、だって覚えなきゃいけないんだもんね。そうですね、ね、はい、もうできませんでした、じゃあね、ちょっと無理だもんね、もう、はい、ちょっとあれだけもう死ぬ気でやるみたいな、もうやらなきゃいけない状況でやるっていうのが、でも後々それがさ、さっき言ったスキルにつながって、はい、次はもっと早く覚えられるようになったりとか、ね、いずれこう自分の財産になるのからいいですよね。そうですね。あ、そうですか。はい、いやもうなんかダンスとダンス歌いながら、あ、ダンス踊りながら歌うってやっぱ大変ですか？大変。なんか素人みたいなこと聞いちゃってごめんなさい。大変ですよね。大変です。息切れとか、息切れ、実は多分ファンの方気づいてないと思うんですけど、ライブで後ろ向いた時とかに結構息切れしてやっぱりやってます、ね、やってます。大変ですよね。あ、だって多分靴もさ、ぺったんこじゃない靴でしょ？ヒールなんですよ、私のヒールです。あ、大変だ、はいはい、つまずいたらやばいですね。つまずいたりしたことないです？なんか結構衣装に引っかかっちゃって、あのそうね、レースにヒールが引っかかったりすると、もうなんかそのまま膝カックみたいに落下するみたいな。破れないですか、スカート？私破れました。あ、破るんだ。ライブ中にビリって、あれって穴開いてました。あ、やっぱでも小さい穴だったんですよね。いや、結構大きな穴だった。結構最前列の方分かるんじゃないね。一番前は見えます ね。ああ、でもそうなんだ、やっぱそういう苦労がありながらのね、いや、こうやって今ミュージックビデオ、素敵なミュージックビデオ、見させていただきました。ありがとうございました。もうはい、でね、僕ね、はい、先週ちょっとこのカラーボックスやったでしょ。あ、ちょっと今週もね、はい、やりたいなと思ってるんですけど、いいですか？はい、よろしいでしょうか？お願いします。じゃあもう質問コーナー、これ何やってんだろう。お二人のどちらかにね、こう、まあ、見えないにしたい。あ、選んでもらう、まあ、見えても、はい、青が 何の質問とかって、はい、みんな分かんないんで大丈夫だと思うんです、まあ、どちらか、まず1回目引いてもらって、ちょっとね、はい、質問があるので
わかりました。はい、お願いします。お願いします。いきます、はい、これです。おお、赤、赤、赤は赤、赤いただきました、皆さん。赤です。はい、赤です。赤はですね、はい、お二人、はい、ね、お互い、はい、ここ直してほしいなと、思うこと、はい、普段なかなか言えないこともあるでしょ。はい、なんだろう、はい、あるでしょ。それをちょっとね、伺いたいなと思ってるんですけど、はい、いいでしょうか。ありますか。いや、かなさん、なんだろうな、緊張するなんかありますか。じゃあ、ちなみに、はい、ここでまず、ここで聞くとね、はい、うさみさんが僕に対する、はい、あのここは直してほしいところをちょっと話してるんで、その間に、はい、ちょっとじゃ あこれ結構ガチでね、みんなびっくりしてるでしょ、今。はい、びっくりしてます、今。じゃあ、うさみさん、この、何じゃないけど、うさみさんが僕を思う、はい、直してほしいとこ、はい、もう本当に言える言えるレベルじゃないとあれ放送で言えることにしてくださいよ。いや、はい、でも、なんだろうな、でもなんかちょっとあれですよね、喜怒哀楽激しいんで、なんかすごいニコニコして優しい時もあればめっちゃ顔怖い時あって、今怒ってんのかなとか、機嫌悪いのかなっていうのが結構、まあ、ポチポチありますね。それね、あるんですよ。それね、あの、その通りなんです。多分ちょっとせっかちでいっぱいいっぱいになっちゃうと、そのめっちゃ言うやん、めっちゃ言うやん、あれに入っちゃうのかなみたいな。いや、なんかでも私ちょっと似てるんで、感じが分かるんですよ。そう、あの、普段こう見えて、はい、楽屋、今日は、はいはい、普段ね、もう一人徳田という男がいるんですよ、はい、まあ、先週ね、来ていただいて分かると思うんですけど、はい、うん、がいると、僕もほとんど喋んない。そうですね、だから基本喋んないんで。あ、そうなんですね。ほとんど持ちしてるんですよ。はい、今日ちょっとね、あの、いなかったんで、うん、ちょっと盛り上げてみましたが、ありがとうございます。来たらなんかめっちゃ喋ってるんでびっくりしましたよ、だからあれってムードメーカー特大いないから。そうですね、もう必死でしたはい、はい、だからそこがもうちょっとなんか穏やかになればいいかな、ね、めっちゃ顔怖いんで真顔めっちゃ怖いんで。ちょっと怖いんで。いや、自分でも分かってます、あのそう、すいません、直します。じゃ僕は、はい、ね、宇佐美さんというよりも僕はね、世間に直してほしいというか、はい、ちょっと思ったことが、はい、これね、ずっと昔なんだけど、はい、歩きタバコしてる人がいて。いまだにいるんですか。いたの。やばくないですか。なかなかいないでしょ、はい、最近もういないですよね。で、俺ダウン着てたのね。まさか焼かれって違うか。そう、嘘、ね、あのね、多分ね、通り過ぎに当たってやばい、で、嘘だろうと思ったら結構いいダウンだったんですよ。ダウンじゃない、高級な、溶けてこの辺開いたのね。最悪だから俺、なんか知んないけどその日こうやって歩いてたから、さっきのスカウトみたいな。またさ、すぐ行っちゃうんだけど。また出ちゃうの。また出ちゃうから。出たっていうので、あの、まあ、タバコ吸ってもいいんですが、はい、所定のね、ちゃんとしたとこで、吸いましょうということをね、言いたいなと思う。それ言わなかったんですか。いや、もう全然。あ、もうシュッ、気づかなかった、うん、もう全然、後から気づいて。気づくの遅い。辛かったです。さあ、はい、さあ、ちょっと、ありますか、お互い、はい、考えました。お、押山さんから。はい、はい、上原さん、はい、はい、直してほしいところ、はい、でも直さなくてもいいんですけど、なんか本当に考えたんですけど本当になくて、はい、あの、唯一って言えば、ライブ中になんかすごい、あの、動き方も顔も可愛いんですけど、動き方も可愛いんですよ。仕草がキュートなんですよ、うんうんうん、だから可愛い可愛い。ワカニャンが前に出てくるとその周辺のお客さんが全員ワカニャンに釣られちゃうんですよ、うんうんうん、その次に歌う時の歌いづらさがもうすごい歌いづらい。自分がワカニャンの後だともうその周辺が全員ワカニャンのファンになっちゃってるから、ちょっと可愛さ、可愛さが罪だなっていう。嬉しい、虜にしちゃうということで、はい、可愛さ直すの難しいですね。難しい、直さなくていいとこですね。直さなくていいとこですね。これはちょっと罪だぞと。罪だぞと、罪な女だぞと、はい、なんか褒められちゃいましたね。ね、うまいですね。うまいです。いや、じゃあ上原さんから鷲山さんへの、あ、なんかでも私も本当に
直してほしいっていうのが思いつかなくて、でもかなさんってあのアドモニでリーダーなんですよ、はい、リーダーやっていて、はい、いつもまあすごいしっかり者でみんなをまとめる役なんですけど、あの MC の時にたまにあの、まあ、滑ることがありましてこの間もあのやばい、 いつも挨拶する時にこんにちは、こんばんはで始めるんですけど、はい、この間はすごい時間も微妙だったので、なんかこんにちみたいなこん止まっちゃってちょっとずれちゃう、そう、さっきもこんばんはなのか、ね、こんにちはなのか、あーなるほど、すいませんっていうこともあって、あーでもそれでも可愛いあれですよね、ね、そうですね、2人とも可愛い感じですね、なんかね、可愛い感じですよね、こっちもガチで言いましたけどガチでちょっとへこんでますからね、やばいやばい私にはないですか、ないよね、OK ウサミさんないんだよないですか、まあ、ないです、そのままで素敵でいてくださいっていうことですよ、罪、私も罪ってことで罪ですよさあ、はい、じゃあ次のね、お、はい、これ難しい、怖いよ、どうぞ、いきます、はい、ドゥルルン、ドゥルルルルルルン、お、お、紫、紫です、紫です、僕ね、ちなみに紫好きなんですよ、お、あ、そうなんですか、まあ、なんでですか、それだけ昔から紫好きなんですよね、この紫はですね、はい、これあのお二人の質問というよりも、はい、なんかイメージカラーが皆さんあるというふうにお伺いしたんですけど、このイメージカラーっていうのは自分で好きな色をつけたんですかって、そういうのをちょっと聞いてみたかったんですけど、どうなんでしょうか、あ、私はイメージカラー、はい、イメージ担当カラーが緑なんですけど、はい、これはファンの方が一番初めのライブの時にうちわとかタオルを作ってきてくれたんですけど、はい、が緑だってで、なんか多分私のイメージが緑っぽいんだろうなと思って緑にしました、あ、自分でじゃあこうもらえたというか、その担当から、そうです、しかもなんか他の色は争奪戦だったんですけど、うん、緑の人気がもう全然なくてもう不人気でもう一瞬で取れました、緑を、じゃあもう嬉しいですよね、はい、好きな色、はい、なるほど、上原さんちなみに何色、私は白です、お、あ、はい、あ、何色に思いました、いやでもな、多分黄色違うからあの清楚な色なイメージだったので、うん、白とか、まあ、黄色とか、そうですね、うん、やったー、その白のはどういう風に決まって、はい、あ、でもこれ白は結構やっぱりやりたい子がいたので、うん、だったんですけど、ちょっと今回やらせてもらえて、うん、ありがとうございます、いや嬉しいですよね、白ね、嬉しいですよね、はい、さあここでね、はい、ちょっと実は先ほどの、はい、直してほしいくだりあるでしょ、はい、僕たち、はい、マネージャーさんからメンバーへ、某マネージャーさんから、実はね垂れ込みがあるんですよ、うわ怖い怖い、これだ、よろしいでしょうか、やだ、まあ、かそんなにね、はい、軽いやつです、怖い、荷物が散らかりすぎ、はい、怒られてるやばいやばい、前よりは良くなってきたけど、はい、もう少し頑張りましょうこれ誰のことでしょうか、これね、お二人じゃない方かな、どうかな、心当たりは散らかりすぎ、楽屋ですよね、はい、でも大体全員、はい、びっくりするぐらい散らかすんですよもうカバンのものをみんな机にとりあえず出すみたいな、あ、そう女の子って異常にカバンでかくない、でかいで、衣装着替えがいっぱいあるんじゃないですか、かなさんめちゃくちゃいろいろたくさん、ね、アイテムが溜まってます、普段そうじゃなくさ、はい、そうじゃなく普段出かけるときもなんかすんごい大きいときない、確かに、何が入ってんのぐらいな、なんか心配になっちゃうんですよ、メイク道具とか、もうなんか絶対使わないアイテムも入れちゃうし、なんかウェットティッシュとポケットティッシュとタオルとハンカチみたいないや1個でいいでしょどれか1個でいいでしょでもね、俺ね思ったのが、はい、女の子たまにさ、折りたたみ傘持ってる人いる、あ、います、います、あれなんかキュンポイントなんですよ、入れてもらえるみたいな違うわ、入れてもらうじゃなくて、あ、入れてもらういいですね、入れましょうか、私いや、ね、持ってるの、うん、持ってるけど持ってこない、忘れるそれ持ってないって言うんですよあのね、急遽雨降った時とか、はい、あ、カシャカシャカシャみたいな
めっちゃちっちゃい。いや、で、折りたたみって小さいのよ。はい。で、理想は、じゃあ、みたいな。はい、じゃあ、じゃあ。あ、うん、つって。じゃあ。でも、俺の方が背大きいからさ。持って、みたいな。うん、じゃあちょっと。ってこう。なんですか、なんですか。何、何、何か。ねえ。すいません、失礼します。妄想、妄想。絆創膏とか持ってたりすると、女子力高いなって思います。でも私、絆創膏持ってる。おぉ、すごい。言われる、女子力高い。あ、そうそう、ありますね。あったりするでしょ、多分そういうのなんだろうね。怪我よくするんで、うん、怪我よくするんですか。なんかもう体中が青あざで、ファンの人に言われるもん、いつもどうしたの、その辺ぶつかって。前もなんかあったよね。ありました、ありました、はい、今日来る時もぶつかってきました。気をつけてください。さあ、もうね、ラストの質問いきましょうか。はい、はい、あの、どちらか、はい、聞いていただいて、はい。おお、はい、はい、お、黄色。はい、僕黄色も好きなんですよ。もう全部好きじゃないですか。みんな好きだ。黄色はですね、はい、皆さん最近、はい、何に感動しましたかっていう。感動、はい、感動、あ、これ聞いた。先週実はね、はい、これ聞いたでしょ。そうです ね、感動したのか、はい、なので、はい、上原さんに最近何に感動した、はい、例えばね、僕はボヘミアン・ラプソディっていう映画を見に行ったんですよ。あのね、泣いたよ。いや、泣きますよね。見ました、見ました、見ました、見ました。とにかくそういうなんかグループでやってたりとか、何かこう夢をこう向かってこう動いてる人は必ず見てほしいなと思うような、クイーン、はい、を知らなくても、はい、歌は聞いたことあったりするから、うん、耳にね、うん、音として残ってるだろうから、ぜひき、あの、見てほしいなと思う作品でね、泣けちゃったんですよ。なんかこう、例えばこれ見て感動したとかあります？見たというよりも、さっきあの MV 流させていただいたんですけど、うん、その時にカウントダウン渋谷で、はいはい、カナさんとも一緒にやって、初めて渋谷でカウントダウンやったんですけど、すごいみんなで一緒になって年越しを迎えるっていうのがすごい自分の中では感動しました。あ、はい、はい、ありがとうございます。あれあれあれ、ちょっとカメラ目線やってみよう。いい話なのに、ちょっといい話なのに、あれ。ちなみに、はい、感動し、感動、はい、あ、結構私よく一人泣いてます、家で。はい、それ感動で泣いてるんですか。大丈夫ですか。変なんじゃないですか。ちょっと大丈夫ですか。また変なお人だと思います。ドラマ時は見てね、こうドラマ見て、一人でちょっとこううるうるとか。結構じゃあ涙も、そう、涙もろいですか。めっちゃ涙もろいです。すぐ泣く。女性って涙もろい方多いよね。あー、そうかもですね。そうですか。うちの家族全然泣かない。あれ、私一人でこんなティッシュでも何泣いてんのみたいな。いや、あの、僕も涙もろいんですよ。え、本当ですか。映画で泣いていいですか。もう映画で泣いちゃう。いや、もうラストもう一個だけ。もう一個だけいきましょう。はい、よし、はい、えい、青、はい、青です。青は簡単です。お、無人島に一つだけ持っていくとしたら何、はい、無人島、はい、簡単です。はい、はい、はい、鷲山さん、魚肉ソーセージ。はい、魚肉ソーセージ1本ということでね。腐らなそうだから。本当に本当、皆さんガチでね、2人とも知らないあの質問なんで、多分ね、多分驚いてると思う。魚肉ソーセージ、魚肉ソーセージ。上原さんはちなみに。私はあのドラえもんのポケットですね。あ、最強じゃないですか。何でも出せる。いや、そうです。さすが罪な。いや、私本当携帯って言おうと思ったんですけど、繋がんないじゃないですか。だからもうリュックサックに山盛りご飯と毛布詰めて、もうひたすら持てるだけ持っておきます。なるほど、はい、あの、準備万端で。ズルですね。え、なんでですか。もう爪爪でいきます。僕はもうちなみにあの人形一個。気持ち悪い。話し相手が欲しい。怖い怖い怖い。島に来るこれ。見ててねって。やばいやばい。岩かなんかにポンって置いて、これ何日目だね今日。え、怖い。やるしかないでしょ。ほらほら。ほらほら。ほらほら。いや、もうね、ということでね、もうね、あともう2分ぐらいなんですけども、いかがでしたこのスタジオと、こういうこガラス張りだったりっていうの。いやー、でも思ったよりたくさんの方が見てくださってて、ね、嬉しいですね。
緊張とかこうしまするタイプです？します。めちゃくちゃします。あ、本当ですか？はい。全然そう見えないけど。いやいや、もう今もめっちゃ緊張してます。はい、してます。本当ですか？はい。だって普段ライブでさ、もっともっとたくさんの方の前で披露して、ライブも緊張します。します。うん、けど楽しいのが上回ります、いつも。あ、そう。はい。そうなんだ。じゃあさ、ちなみにじゃあ簡単に、はい、緊張はどう和らげたり してます？あんま考えないとかいろいろあるじゃないですか。そうですね、緊張はなんか朝ちゃんとご飯食べてストレッチすると結構落ち着くので、それで、はい。なるほど。私はステージに立った時はみんなじゃがいも、人参、じゃがいもって思って人だと思わないようにしてちょっと落ち着かせます。すみな女性ということで、ね、ちょっと締めさせていただきます。、はい、エンタメジャックイン渋谷、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたしました。今週のね、素敵なゲストはですね、アドバンスアークハーモニーの鷲山香菜さん、そして上原わかるさんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんね、まだ寒いんで、インフルエンザとか気をつけてくださいね、体調管理。うー元気元気。さあさあ、それでまた来週ですね、また来週も聞いてください。バイバーイ。ありがとうございました。